りょうさん久しぶりです。お久しぶりです。ツアープロとして試合を戦って成績を立てられる選手っていうのは本当に100人に満たないと信じられないと思います。やばいですよ。いや、やばいですよ。そっからね、いろんなことをゼロからは勉強しても、子供にサッカーを教えること以外何もできなくて、りょうさん久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。対談受けてくださって。いえいえ、こちらこそ。結構ね、久しぶり、こうやって顔見て話すのは、あ、でもそうでもないか。いや、でもこのナノボイスの話とかさせてもらった時も、はいはい、本当に始まりの始まりだったんで、どんなものになるのかっていうのすごい、うん、もワクワクしてた時に直接本田さんとお話しさせてもらって始まりましたね。もうだいぶ経ちますけど。いや、本当なんですよ。はい、いや、そうなんですよ。今どちらですか、ちなみに。今日本にいます。しばらくはじゃあ日本で。そうですね、ちょうど2週間前ぐらいにアメリカの試合から帰ってきて、今は待機中なので、また日本で、はい、いて、その後またアメリカに試合で行きます。ゴルフ業界はどうなんですか。そのコロナ1回ね、緊急事態があったっていう時にはもちろん自粛してたと思うんですけど、その後今だいぶ時が経ってますけど、どんな感じで、はい、復活し始めてるんですか。いや、実はゴルフ界は国内、日本の国内の男子のゴルフツアーにおいては8ヶ月間の試合がなくて、今年の1月が最後の試合で、そこから、まあ、本当は4月に国内のツアー開幕する予定だったんですけど、まあ、それがどん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 こう中止延期っていうのが続いて、初めてそのコロナ以来初めて、9月の頭に試合を開催できるということになったので、8ヶ月ぶりの国内の男子ツアーになります。ゴルフ、練習はでもその間やられてたんですよね。はい、そうですね、練習はやってたんですけども、まあ、日本の国内の、ツアーしか出てない選手たちは本当に試合がないという状況で、まあ、なかなか苦しいと思います、今の、ゴルフ界も。そういう大会にツアーがない時って、まあ、ゴルフ選手によるんでしょうけど、個人のスポンサーがついてない人の場合ってどうやって稼ぐんですか。ものすごく小さな試合が、例えば出場選手が普段のツアーですと100人から150人ぐらいの選手が出て、優勝すると何千万円とかっていう賞金が出るような大会が今のこう一部のツアーであって、で2部が、優勝が数百万円の試合が2部ツアーとなって、なるほど。その下に、公式的な3部 J3 とかっていう公式的なあれではないんですけども、うん、いくつものその地域だったりとか、あとは本当にゴルフが好きな人がプロゴルフのために試合を作ってくれたりとか、そういった小さな大会がたくさんありまして、そういったものを開催をしてくれるところに選手がこう行って、はい、かなり小さいものからありますけど、それでもあれですよね、今言ってる金額みたいなのは買ってる人だけが得られるということですよね。優勝者が大体全ての賞金総額ってあるんですけども、例えば1億円の賞金の総額の 20% ぐらいが優勝者に行きます。なので全員で1億円を取り合うよっていう中の優勝したら1000万円で、大体2位の人が半分なので1000万円ぐらいが2位に行くという感じですね。そこから全その順位の選手には、予選を通過した選手に賞金が出るっていうことで、予選を落ちてしまうともう大赤字です。なんかニュースの書き方がちょっと僕、その金額の大きさだけをこうアピールするためなのか、なんかその辺の詳細書いてない、なんか賞金優勝者がもう全部 100% 持っていくような書き方してるメディアが多いような気がするんですよね。そうですね、優勝賞金で結構僕らも大会の大きさを測るようなところがありまして、優勝賞金がいくらってことは賞金の総額がだいたいいくらぐらいだろうなっていうふうに見てしまうんですね。だからなんかちょっとその、僕なんか全然ポーカーとかど素人なんですけど、
そのラスベガスでやってる大きい大会だと優勝が1億だとか2億だとかっていうのとかも、うん、2位の人っていくらもらってるんだろうって純粋に思っちゃうんですよね。思いますよね。そうですよね。その表記の仕方はありますね。うんうん、いやいや、そうですよ。誤解してますよね。うん、もう僕なんか、その、めっちゃだからゴルフ選手、めっちゃ稼いでるイメージありましたもん。そうですか。うん、もう、いやいや、もちろんね、1位になったりすると稼げるのは分かるんですけど、そのなんか、書き方が結構いろんな人まで稼げてるって、で、りょうさんの前話した時に、意外にね、その苦しいゴルファーも多いっていう、まあもちろんサッカー選手も同じなんですけど、はい、やっぱり、うん、結構セカンドキャリア問題じゃないですけど、プロでも結構食っていくの大変な人多いじゃないですか。そうですね。最初、その本田さんとお話しさせてもらった時も、そこが少し焦点になって、で、大体、そのプロゴルファーですと、個人で1年間のツアーを戦っていくのに、例えばキャディーさんを契約したり、雇ったり、トレーナーを自分の専属のトレーナーさんで雇う人もいれば、自分でジム通う人もいますけど、やっぱ自己投資っていうところとか、宿泊、食事も交通費も全部自分で出すんで、だいたいそのかなり小さく切り詰めても500万以上はかかると思います、1年間で。なので、そうなんですよね。はい、それをだいたい年間で1000万稼ぎますっていう人ってすごい選手なんですけど、年間1000万賞金で稼ぐってことはやっぱ500万しか残らないっていう感じになります。で、当然自腹ですもんね。さんがついてくれる方もいると思うんですけども、うん、それを考えてもやはり今プロゴルファーって国内に1000人2000人っているんですけども、ツアーで生計をツアープロとして試合を戦って生計を立てられる選手っていうのは本当に100人に満たないと思います。もう結構厳しい世界ですね。まあもう亮さんみたいな言ったらもうほんまに大活躍してる人ばっかが報道されるからなんかいいイメージがあるけど、現実にはそんな甘い世界じゃないっていうことですよね。まあ本当に、まあ、サッカーの世界とか僕もう本当サッカー選手の方憧れるんですけど、もうすごいキラキラしてる、もう本当にみんなかっこいいなと思うんですけど、やっぱりいやいやいや、もうよっぽど門自体もすごく狭いし、入ってそこをなんとかくぐり抜けられたとしても、そこからのプロの世界が厳しくて、で、引退の平均年齢ももう多分自分今28なんですけど、多分自分の年よりちょっと若いぐらいなんですかね、平均年齢って引退の。26ぐらいじゃないですかね。ああ。だそれを聞いたときにもう信じられないと思います。やばいですよ。いや、やばいですよ。だってサッカーしかしてこなくて、はい、もう26で仮に首切られるかなんか、まあ、怪我が引退かでしたとして、うん、もうその後の人生今あと6、まあ、何もなければ6、70年あと生きていくわけじゃないですか。はい、でもほんまね、マジ俺サッカーしかしてこへんかったよっていう人がほとんどなんで、うんうん、そっからね、いろんなことをゼロからは勉強してもね、もう子供にサッカーを教えること以外何もできなくて、みんな、うんうんうん、でもコーチのね、給料とかも現実的なわけですよ。例えば月に20万30万とかね。で、それでね、子供もいて、こうしかもプロの時に割といいとこに住んでたり、経験いい車乗ったりしてる経験をするとですね、給料 2,30 万の生活に戻せないわけですよ、うんうん、やっぱそのね、いろいろ現実をでも受け入れていかないといけないとかっていうので、やっぱ苦労しているセカンドキャリアの選手はいっぱいいますよ。本当に、なんか本田さんの印象は思ったよりも熱い人だなと思いました。いや、熱すぎる。僕にね、いつも亮さんね、LINE 電話で回してくれてね、ありがとうございます。いやいやいや、ゴルフの、日本の国内のゴルフの問題だと思ってるのは、生中継されないっていう。練習なんてどんなきつい練習でやったるわっていう気持ちあるんですけど、うん、もう体がついてこないですよね。お互いの競技をちょっとクローズアップするいい機会かなと思うんですけど、うわ、どうですかね。最近全然やってないですか、サッカーは。最近全然やってないです。もうやりたくてしょうがないです、まあ、話半分って聞いてほしいんですけど現役のサッカー選手と現役のゴルファーと、レジェンドのゴルファーとレジェンドのサッカー選手を巻き込んでガチ特番を、りょうさんだって結構サッカー上手いから。いやちょっとゴルフっていうすごくこう真摯なスポーツなんで、申し訳ないぐらいエンタメを巻き込んでやりたいですね。いやいや、そう